アマゾンから届いた架空請求のメール。21,310円の請求が来ています。この請求は本物なのか、それとも偽物なのか。見極める方法を知っていれば、騙される心配がありません。Amazon の架空請求メールを簡単に見破る方法。ご家族の方に教えてあげてください。それでは、深掘り TV、参ります。から守る最近届いた Amazon の詐欺メールはこんな感じです。 アマゾンプライムの会員費のお支払いができていないので、ログインして支払い方法を更新してくださいというメールです。絶対にメールからログインしてはいけません。偽メールからログインした場合、あなたのアマゾンのアカウントにログインできる情報を犯人に教えてしまうことになります。アマゾンギフト券やポイントを盗まれたりという控えを聞いたことがあります。住所や氏名、電話番号やクレジットカード情報も丸わかりです。こういったものが犯人に伝わると、 どういった形で狙われるかわかりません購入履歴なんかを見てご年配の方を狙った詐欺だったりあるかもしれないですねとっても怖いです gmail なんかパッと見たところ amazon って書いてるので amazon かなって思ってしまうんですけれどどちらにしてもメールからログインしてはいけません確認方法の前にもう一件だけ最近この形式のメールが多いらしいです要約すると 誰かがあなたのアカウントに侵入して商品を買った。怪しいのであなたのアカウントを使えなくした。アカウントを盗まれるから24時間以内に下の URL からログインしてくれというふうに書かれています。日付や名前が書かれていますけど、Amazon 関連のこういうメールはメールからログインしてはいけません。まず Amazon から身に覚えのないメールが来た場合、Amazon のホームページの中で、Amazon があなたに送った メールの履歴を確認することができます。受信トレイの中に送ってあるメールと違う内容であれば、それは偽物です。無視して OK。こういった受信トレイを見ても不安だという方は、Amazon のカスタマーにお電話するといいです。Amazon のカスタマーに聞いたんですけど、相当騙される人が多いみたいです。Amazon からメールが来たんだけど、なんか請求、うん、よくわかんないっていうことであれば、Amazon のカスタマーにお電話ください。 アマゾンを装って送ってきたメールが本物なのか偽物なのかすぐ教えてくれるそうです。アマゾンが送ったメールの確認方法を紹介します。まずはスマートフォンアプリからいきます。スマートフォンアプリを起動させた後、下の方に行きまして、人のマークを選択してください。下の方にスクロールして、メッセージセンターという項目のメッセージを選択します。 そしてすべてのメッセージを選んでください。すると Amazon があなたに送ったメールの履歴が出てきます。この中に届いたメールの内容がなければ、そのメールは偽物です。迷惑メールの受信拒否だったり無視しましょう。迷惑メールへの登録の方法は使っているものによって違うので自分でお調べください。続いてパソコンの場合です。Amazon のホームページを開きます。自分のブックマークや もう一度検索し直してください。メールに載っている URL はダメです。Amazon のサイトを開いた後、アカウントリストというところにカーソルを合わせます。こういう画面が出てくるので、アカウントサービスというところを選択します。次の画面でメッセージセンターというところを押してください。すると Amazon があなたに送ったメールの一覧が出てきます。この中に届いたメールの内容がなければ、 そのメールは偽物です。迷惑メールの受信拒否だったり、無視しましょう。迷惑メールへの登録の方法は、使っているものによって違うので、自分でお調べください。受信ボックスで判断が苦手という方は、そういったメールが届いたときに、Amazon のカスタマーにお電話してみてください。そしたら、届いたメールが本物なのか偽物なのか教えてくれます。ただ、Amazon のカスタマーは結構いい加減で適当な人間がマジで多いです。 もしもちゃんと対応してくれなかったりひどい対応をしてくるようなオペレーターの方に当たってしまった場合電話を切ってかけ直して心優しい接客ができる人を探した方がいいです。これはですねどこの会社でもそうなんですけどカスタマーに電話かける時のポイントです。それほど電話のオペレーターの人っていうのは言いかけんな人とちゃんとした人の差がものすごく大きいん、ね、でご注意ください履歴の確認と Amazon に電話するのが一番簡単な方法なんですけれど このようにアットマークの後ろだけでも少し判断することができます。このアドレスたちは Amazon の公式メールアドレスです。Amazon にはたくさんの部署がありますので、アットマーク以降のこれで判断するのは難しいですが、今回私に送ってきた詐欺メールは、アットマークの後ろがホットメールだったりアウトルックです。Amazon の公式メールの中にはそんなものはありません。 アアッットトトマーーーククのの後ろががホットメメルルルととととかか、かウここ時点で詐欺メールだということがわかります。ただ気をつけないといけないのが Amazon の公式アカウントを微妙に1文字だけ書いたりして送ってくる場合があるんです正直それは分かりづらいですただこういったメールアドレスは違うっていうことだけ覚えておけば安心かなと思います詳細を開いてみました送り先名が Amazon になっていますがここは装うことができます メールアドレスがホットメールになっています。この時点で偽物だというのが簡単にわかります。詐欺メールが判断できたら、そのメールアドレスを迷惑メール登録すると、一時的に回避できますけれど、犯人たちはメールアドレスを変えてまた送ってきます。あの手この手と手法を変えて狙ってくるわけです。Amazon が送ってくるメールアドレスのアットマーク以降はこのようにわかっています。Amazon だけが使用できる、このアットマーク以降、 これだけ振り分ける専用の Amazon フォルダーを作って、このフォルダーの中に振り分けられたもの以外は偽物だという判断もできます。フォルダーを作ってメールを振り分けるという設定なんですけれど、メールソフトによって操作方法が違います。ですので動画では紹介できないんですけれど、自分の使っているメール受信ソフトで設定を確認してみてください。皆さんが普段どんなメール受信ソフトを使っているのか、よかったらコメント欄にご記入ください。 Amazon でアカウントの乗っ取り防止のために2段階認証の登録を推奨いたします。通常は E メールまたは電話番号、そしてパスワードがあればアカウントにログインできます。これだけだとセキュリティが弱いので危険です。自分の電話番号のメッセージに暗証番号が送られてきて、その暗証番号を入力しないとログインできないっていう2段階の設定ができるんです。この2段階認証はオンにしておいた方がいいです。 アカウントサービスの項目の中のログインとセキュリティこの項目の中に二段階認証をオンにする項目があります。オンにした後は完了を押してください。すると二段階認証ができるのでアカウントを乗っ取られにくくなります。これは絶対やっておいた方がいいです。スマホの場合です。スマートフォンアプリを起動させた後、下の方に行きまして人のマークを選択してください。 下の方にスクロールするとログインとセキュリティという項目ありますのでそちらの方から2段階認証をオンにしてください。2段階認証することでセキュリティがかなり高まります。安心です。最後に Windows のメールソフトのお話です。詐欺メールに対してすごくわかりやすい機能があったのでこちらを紹介します。基本的には無料なんですがフル機能を使う場合は有料になります。Spark のいいところはシンプルで見やすいというところです。 ここのところに届いたメールが表示されますが、今は何もない状態です。これはなぜかというと、自分が許可したメールしかここに表示されないからなんです。許可してないメールが届くと、こんな風に通知が来ます。そこでこのメールアドレスは許可するのか許可しないのかっていうのを自分で判断できるんです。黒猫山とを許可してみました。許可したら許可したメールだけ受信トレイに表示されるようになります。このように許可したメールアドレス以外は表示できないようにしてしまえば、 ご年配の方でもかなり騙されにくくなるんじゃないかなと思います。ご家族の方にぜひ教えてあげてください。皆さん、騙されないように気をつけてください。いつもご視聴ありがとうございます。パソコン関係、スマホ、ガジェット、生活改善など、生活を快適にしていくようなお話のチャンネルです。高評価やチャンネル登録、いろいろな動画を見て応援してくれたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね